こんにちは、インフォクリエイターです。今日は図形を削除する方法をお伝えします。図形を削除する方法は基本的にやり方が3つありまして、今から順番に見ていきます。今シート上にこのように図形が表示されています。まず1つ目のやり方としては、ホームタブのリボン、編集の部分の検索と選択という部分をクリックします。その中で一番下のオブジェクトの選択と表示という部分をクリックすると、このようにサイドバーが表示されて図形の一覧が表示されます。今このオブジェクトとここに書いてあるんですけども、それでこの正方形とか円弧、楕円、弦とか太陽位置とか、こういった名前が一覧で表示されていまして、でこれらはこの図形のことを表しています。 Excel では図形というものを Excel の内部でオブジェクトという形で認識してます、扱ってます。なのでここでオブジェクトの選択と表示をクリックすると、このようにオブジェクト一覧が表示されます。この中で図形を削除する方法として、削除したい部分だけをクリックしていきます。コントロールボタンを押しながらクリックすると連続で複数選択できますので、これ今この選択している行くと、このようにどんどん選択する部分が増えていきます。そして削除したい図形、つまりオブジェクトを選択したら、この状態でデリートキーをクリックします。するとこのように先ほど選択していたオブジェクト、図形が削除されます。2つ目の方法として、ホームタブをクリックして、そこで表示されるリボンの一番右、編集の部分の検索と選択をクリックして、下から2つ目オブジェクトの選択ボタンをクリックします。そうするとオブジェクトが選択できる状態になりますので、例えばこの図形すべてを削除したい場合は、この図形を含むようにマウスでドラッグします。このように図形をすべて含む形でドラッグして、ドラッグしたらクリックボタンを、左クリックボタンを離すと、このようにすべて選択されます。でこの状態でデリートキーを押すと、このように削除されます。次に方法の3つ目として、削除したい部分を複数選択して、また複数選択するときはコントロールボタンを押しながら選択していけば、どんどん複数選択できますので、コントロールボタンを押しながら左クリック、このように複数選択できますので、この状態でホームタブのクリップボードの切り取りボタンをクリックします。そうすると図形を削除できます。ただ今紹介したクリップボードを使う方法は切り取りですので、クリップボードと呼ばれる部分に今選択した図形がまだ一時的に保管されています。ですのでこの状態で別のセルをクリックして貼り付けを押すと、クリップボードに残ってたものが貼り付けられます。先ほどデリートキーで削除したんですけれども、デリートキーで削除すればクリップボードとは違いますので、もう、削除されたらもう戻ってきません。それだけが覚えておいてほしいことです。
基本的に図形を削除したい場合は選択してデリートキーを押す。そのやり方が一番簡単です。